はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。かわいいですね、パネッんねえ、あにゃーってしてますね、あにゃーってね。はい、皆さんどうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。いいんだよね、てて。ね。はい。えー、なんというかね、また二つ記事をご紹介いたします。はい、二つとも、電気代、ガス代に関することでございます。はい。えー、まあ、一つ目はあ、5月以降、 えー、電気代跳ね上がりますよ、皆さんっていうね、えー、お知らせでございます。まあ、補助金が取れるのは5月いっぱいでございますけど、その前にね、来月から、あー実は再エネ付加金ですね。再生エネルギーの付加金が跳ね上がりします。はい。 私、あの、確認してみました。はい、えー、自分のところのね、えー、電気代振り込む、あの、用紙があって、そこにちゃんと書いてあるんですよ。 どうなってるのかね。えー、今月分までは再生エネルギー付加金があ1キロワットあたりかなこれ。14円でした。はい。14円です。まあ、地域差があるんでね、これね。えー、もうちょっと安いところも高いところもあると思います。来月からはこれが34円になっておりました。はい。20円値上がりするんですね。1キロワットあたり。まあ、これが来月から来ます。 はい。結構ですよ。結構、まあ、取られますよね。これね。うち使ってるのが本当電気使用量少ないんで、ええー、まあ、57ワットぐらいなんですよ。あの、せ、あの、先月の使用量がね。で、えー、請求書は1700円ちょっとでした。はい。まあ、電気あんまり使わないんで、うちね。 で、変な話なんですけど、毎日ね、えー、まあ、キーボードの練習とかもしてるんですけど、まあ,あ、電気代はほぼほぼ変わらないですね。あんまり電力使わないみたいです、キーボードは。はい。まあ、いいですよね。まあ、1時間弱、あの、練習してるんですけどね、趣味。はい。えー、趣味のキーボード。まあ、バッハを今あ、ちょっと弾いてますけど、はい。まあ、そういう感じで、えー、これ、大変なことになりますよね。 はい。再エネ付加金。これが、ああ、もう5月分から値上がりするということですね。はい。皆さんのところはどのくらいになるでしょうかまあ、だいたい平均して30円ぐらい値上げま、しますよ、みたいなことが書いてあります。はい。1キロアットワットあたり、あたりですね。はいえ。まあ、使う消費電力によってこれ請求が変わってくると思うんでね。え皆さんもお、ご自分のね、電力会社の 請求書をよくご確認ください。はい。まあね、我々は本当あの、これから夏になってね、えー、まあ節電とかね、言ってられないような暑さになってくるんで、まあそれでも節電していかないといけないんですけどね。はい。え、いろいろと工夫して、えー、参りましょうよということでございます。はい。えー、まあね。 で、ね、お分かりになりますよね。それで、5月分で切れるんですよ。補助金が。5月いっぱいまでです。はい。6月分の請求、つまり、あの、7月、7月ですね。7月に来る請求書は、この補助金の分も値上げされます。 まあ、これね、あのー、再生エネルギーの方はあ、この記事にもあるように、アウト政府の誤算だって書いてあるんですよ。まあ、誤算なのかどうかわかんないですけどね、故意にやってるのかもしれませんし、わからないです、この辺は。はい。で、持って、えー、再生エネルギーの分が上乗せされ、えー、で、持って、またまた補助金の分も上乗せされます。はい。 大変なことになりますよ。本当にね、えー、電気使わない部屋は、あ切っておく。まあでも、つけたり消したりするのも、結構電力かかるんで、まあそこら辺はよく考えてね、えー、どっちがお得かあ、よく考えましょうということです、えー。ちなみにね、冷房ですね。冷房なんかも、つけっぱなしの方が電気代安くて済みます。実は、つけたり消したりしてる、たんですよね。2、3年前ね。 で、つけたり消したりしてると、夏のね、えー、まあ冷房代ですね、えー。ほぼほぼ他の電気あんまり使ってないんでね、うちはね。えー、だいたいまあ2万弱ぐらいだったんですよ。沖縄ね。はい、沖縄に住んでます。はい。で、去年です。去年、まあ日焼けもちょっとつけたんですけど、おまあ一番日が照る部屋ですね。日焼けをつけて、プラス冷房を入れ 話なしにしたんですよ。そしたら、1万弱になりました。はい。えー、9000円は切らないんですけど、1万円切りました。はい。半額とまではいかなくても、かなり差がありますよね。これ、つけっぱにしました。去年。つけっぱにして、しかも、あのー、普通の冷房じゃなくてね、ドライです。 はい。ドライ。ドライはね、電気代かかるよ帰ってっていう方、ああそれ間違いです。うちでドライにしてますけどお、帰って電気代が下がりました。はい。まあ、いろんなまあ、こういうふうにね、工夫をして、えー、考えながらね、熱中症にならないぐらいの、まあ、対策をしていかないと、えー、夏は今からね、考えておかないと困ることになります。はい。 え、これ現実なんで、皆さんもね、本当に考えた方がいいですね。で、えー、ちょっと、考えまして、私もね、今年からは、あちょっと日よけね、えー、一番、あのー、冊子の一番上から、垂らせないんですよ。お、まあちょっと構造的な問題がありましてね、えー、垂らせないんですね。なんで、もうしょうがないんで、今年は吉シを買ってきました。はい、吉シです。 これだと一番上から火が入らないようにすることができますんで、えー、冷房効率があもっと上がるなと思ってます。はい。えー、まあ、今のうちですね、こういったものが手に入るのも、ヨシとか日よけとかね、えー、そういったものが、 あまあ、運ばれてくるのももしかしたら今のうちなのかもしれないんで、皆さん、あの、こういったものを早め早めに準備してください。あともう一つね、私考えてるんですけど、ちょっと、あの、昨日ね、えー、頼んでいた、夏のね、えー、トップスが一枚来たんで、えー、行ったんですよ、あのー、島村に。その時に、あのー、床に敷くひ引き物で、 えー、まあ、1畳用とか2畳用とか、1.5畳用とかいろいろあるんですけど、敷物があるんですけどお、いわゆる霊感敷物みたいなのがあるんですね、えー。霊感っていうのは、あの、お化けとかそういうやつじゃないですよ。はい。ヒヤッとするっていうね。はい。えー、そういった敷物がございましたんで、これ購入しようかと思ってます。はい。 ちょっと持って帰るの大変なんですけどお、まあ敷物なんで結構厚さもあるんですね。えー、まあ,あ、なんていうのかな。あなんで、えー、結構大変なんですけど、これを買って帰ろうかと思ってます。夏の間、あ沖縄夏結構ね、長いんで、えー、ほぼほぼね、熱帯夜なんでずっとね。なんで、えー、こういったものを敷いてね、えー、その上で暮らすと。はい。ひんやりしていいかなと思ってます。 はい。ちなみに昨日はね、ええー、一応夜でも熱帯夜ですね。初めての熱帯夜。はい。えー、夜の1時ぐらいまで、えー、25度でした。はい。25度下りませんでした。なんで、えー、昨日は窓を開けて寝ました。はい。まあ、ちょっとムシムシしてたんですけどね。まあ、まだ梅雨には入ってないみたいです。どうやら。はい。 ええ、まあ、そういうことでね、えー、これを買おうかと思ってます。島村でね、あのー、超クールな、あ床に引くね、えー、敷物ですね。床に引く敷物。これを買ってこようかと思っております。えー、だいぶね、違うと思います。はい。えー、気持ち的にね。はい。えー、そういうことでございます。まあ、皆さん本当に、あの、いろいろね、今のとこ 今のうち対策しといた方がいいです。こういった、こういったね、えー、対策ね。はい。えー、まあ,あ、なんていうのかな、あ、お布団の上にね、えー、奥根、ね、敷きパッドは、敷きパッドですね。敷きパッドはもう、あの、冷たい、ひんやりするやつにしてるんですけど、でもね、やっぱりあの、床もやっぱりね、熱くなるんで、うち結構階、階、上の方なんでね。なんで、 えー、うちの上が天井なんですよ。天井っていうか屋上なんですよ。なんで、えー、まあ、結構暑いんでね、えー、こういったものをちょっと揃えて対策しようと思っております。はい。えー、まあ、それからですね、これ、まあ、私がずーっと言ってたことなんですけど、今頃になって記事になってます。何がかというとね、中の東さんがね、 えー、情勢が悪くなるとお、電気代とかガス代にね、ものすごく影響がありますよっていうことを書いておりました。今更ですかって感じです。はい。今更なんですかって感じなんですけど。はい。書いてありました。皆さんお分かりになりますよね。 はい。中の東さんの情勢が悪くなれば悪くなるほどね、電気代とガス代が上がるんですよ。まあ、迂回してきてるんですけどね、今ね、えー、なんていうのそういったタンカーとかが迂回してるんですけど、迂回してきた分ね、燃料費とか、まあ人件費とかね、その他保険料、もろもろがね、上がりますんで、まあ上がるのは当然なんですけど、 まあ、この辺のことをね、今まで表に出してなかったんですよ、マスコミさんは。今頃出してきました。はい。どうしてでしょう確実だからです。確実だからです。はい。確実なことしかマスコミは言いません。予想してこうなんじゃないかっていうことは書かないんですね、ほぼほぼ。はい。なんで、 えー、まあ国民にね、えー、こんなに電気代とかガス代がたくさん上がっちゃったけど、それ中の東のせいだからねっていうことを事前にお知らせしてるわけですね。はい。えー、これがまあ俗に言うね、えー、いわゆる予測プログラミングというやつでございます。はい。なんで皆さんね、あのー、 確実に来ます、これ。電気代とガス代の値上がり。はい。もう我々、本当に気合を入れて頑張らないといけません。はい。まあ本当に先ほど言ったようにね、あの、夏の冷房をなんとかね、えー、冷房費をちょっと抑えるように、 まあ、いろいろそういうふうに、霊感敷物とか、霊感パッドとかね、えー、そういうものも用意しといた方がいいと思います。特にね、あの、ワンちゃん、ネコちゃんがいるうちはね、熱中症になっちゃうと困るんで、猫用のね、あの、冷たいね、えー、冷たいっていうか冷たくなるね、あの、なんていうの、中に変なものが入ってないやつね。 あの、ポリカボネートとかが使われてない猫用のね、えー、霊感式物ですね、えー。まあ繊維でできてるみ、化学繊維なんですけど、それでできてるんですけど、まあそれのパッドも2匹分用意しました。特にワンちゃん、猫ちゃんがいるお家ね、えー、ワンちゃん割と、まあ猫ちゃんの方がどっちかっていうと暑さには強いんですけど、えー、まあそれでも熱中症になるんで、えー、こういった対策もね、えー、たくさんしてあげましょうね。 はい、えー。よろしくお願いします。夏用の、冷たい感じのするね、猫ベッドも2つ買いました。はい。えー、まあ、いろいろと対策を頭を使って、えー、しなければいけなくなってきたということです。はい。えー、確実に、確実にですね、これも出てるんで、確実です。はい。確実に電気代とだバス代が、あ、ガス代がね、バス代だって、ガス代が、 跳ね上がるということになります。皆さん心して頑張りましょう。はい。えー、もうみんなでね、えー、知恵を出し合ってこういった対策をしていく以外ありませんね。そういうことでございます。えー、力を合わせて乗り切りましょうね。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。ニんパぬっと。 ねえ、かわいいですねーね。おてってもかわいいですねね